人体の驚異的な能力がわかる10の事実。人工知能についてはいろいろと騒がれていますが、人間の体が私たちの惑星で最も素晴らしいことに変わりはありません。現代の科学と私たちの体の潜在能力、比べてみたくないですか？あなたがたった 1% の人々しか持っていない変わったおへそを持っているかどうか知るためにも、動画は最後まで見てくださいね。1、もちろん科学的な観点から見ても人間の目とデジタルカメラを比べることは正しくありません。しかし、もしそれを無視して考えるなら、私たちの瞳孔の中心部分はおよそ126メガピクセル、1億2600万画素まで数えることができます。2、私たちの一瞬の視覚量は 21.45GB の容量に等しいのです。それに対し、iPhone の1秒間動画はたった 375MB です。 3. 脳はおよそ1兆個の神経細胞があり、それぞれがデータ保存に必要な約1000個のシナプスを形成しています。もしその全てが増大したならば、脳は理論上 100TB の情報量を持つことになります。比較対象として、世界最速のスーパーコンピュータータイタンはメモリ容量の合計が 710TB です。 4. 科学チャンネルベリタジムによると、2020年までに人類の持つ全ての情報容量が 40ZB に達するとしています。これを現在に換算すると、人体はすでに 60ZB のデータ量を含んでいることになります。5、そうは言っても人の遺伝情報は脳の記憶容量のたった 1.5GB しか占領していません。それはまるでアップルの iOS のオペレーションシステムのようです。6、脳内では1秒ごとに約10万もの化学反応が起こっており、それは時速 430km に簡単に到達できるこの惑星で最も速い新幹線の一つ、上海トランスピッドと同等のスピードであることを意味しています。7、人間は脳のたった 10% しか使っていないという事実は迷信です。脳はある特定の時点において、その場で必要なできる限りの多くの組織を使っています。これをラジオに例えてみましょう。ラジオはおそらく100チャンネルは選択可能であるにもかかわらず、一度につき一つのチャンネルしか聞けませんよね。8、性能上において約 20W の消費電力を持つ脳に匹敵するには、約 1.4MW、もしくはその7万倍を消費するスーパーコンピューターが必要でしょう。9、そして最も大事なのは、全体としての脳と体は素晴らしい再生能力を持っており、深刻なダメージも修復可能なのです。世界最強の電子機器でさえもこの能力を発揮することはできません。10、へそには外に出たデベソと内にへこんだ一般的なへその2種類があります。たった 1% の人々だけがデベソだと知っていましたか？それはとても素敵なことで、汚れがたまりにくいのでより衛生的でもあります。しかしながら、研究ではへこんだへその方がより魅力的であるとされています。今回の中でどの事実が一番印象的でしたか？私たちのお気に入りは3番目ですが、あなたはどうでしょう？下のコメント欄であなたの考えをシェアしてくださいね。動画下の高評価ボタンとチャンネル登録もお願いします。